はい。多分ね、始まったんじゃないかなと思います。顔がいきなり言っちゃってるじゃん。いかついな。始まっ、ちょっとね、確認しましょう。あ、始まってますわ。始まりました。はい。はい。皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。お疲れでーす。ハセケンナイトと題しまして、長谷川健太にゆかりのあるチームの YouTuber、2名に集まっていただきました。あ、 ありがとうございます。私は島越さんです。いや、ハセケンを迎え入れろ。迎え入れる側の島越さん。よろしくお願いします。で、ハセケン監督を生み出したエスパルスのグレモル君です。こんばんは。こんばんは。おつぼれです。よろしくお願いします。おつぼれ。俺何もしてないけん。そもそも島野さん飲まれてますか？もう、あ、あの、もうしっかりあの赤ワインもらってます。赤ワインかい。これは出ないワインのみんな乾杯から。じゃあ乾杯からいかして、じゃあ僕らも、はい、すいません、やばい。じゃあ僕もちょっと、ま、持ってきます。ちょっと待ってください。グレモルが何かを持ってくる。はいはいはい。じゃあその間ちょっとスパチャ読んでおきますね。用意してお願いします。リンスさん200円、名古屋市のドンキの扉を旗の棒で破壊してたおっさんは買い。何よ、何それ。こんな時期あった、名古屋で。最近は新メンバーより芝の上さんとグレモル君の方がイクパッパの配信出てるの多い。本当だって。これ月3だぞ、月3。これはいい。俺何回だろう。俺3、俺も3ですかね。もうね、めちゃめちゃ出てもらってます。もうメンバーやん、メンバー。ほぼほぼメンバーです。もうワンチャン俺、準レギュラーでいいんじゃねっていう。もう準レギュラーですね。バチ見えるあ、これね、僕、麦茶で。はい、カッターを追いますんで、乾杯しますか、じゃあ。乾杯。じゃあ、皆さん。お疲れ様でした。お疲れ様でーす。世間に乾杯。いや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 、うん、まずね、あ、ああ、栗正さん、おつもるですと、200円、ありがとうございます。清水サポの、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、もうね、やべ、リツイートみたいなことしてね。始まりましたって、ね、やっとこう。もう SNS での。これも、それちょっとやんなきゃいけない。気になるな。ええわ、それ。気になるな、それ。俺。小中学生。小6だからね。永遠の。うん、永遠のってしょ。俺も出てるよ。あ、俺もみんなと、みんなさんもね。そうですね。もうそういう感じでダラッと。ええー、もうダラッとね、うんうん。もう本当にね。ええー。佐久間さん、この前僕の深夜配信にわざわざ来てくださってありがとうございます。ええ、そうなの。に行ってるか。3時か2時頃俺 YouTube で配信したら来て、なんでって思って。すげえな、イグパッパの人たちって。いやー、すごいね。目ね、ほんともう。ありがとうございます。まあね、ちょっとガンバサポの方はね、いろいろね、ちょっと今揺れてることがたくさんあると思うんですけど。そうなんですよ。ちょっとね、毎日、気じゃないというか。本当にそうなんですよ。昨日、うさみが出てね。うん。じゃあ、おとといか。おとというさみが出て、で、今日はエドワールドが、まさかの残留を発表で。地獄みたいな。何やってんの、どうなんだ来年は。本当に。はいはいはい。あ、一応リンスさんね。あ、早速ね。200円。ワイの勝手なイメージだけど、マッシモ名古屋は落合中日とダブル感じ。そこからケンタさん。まあね。あー、確かにな。俺流ですか。俺流。俺流やね。やっぱ俺で、この1時間ぐらいかな。やっていきたいと思ってる。毎回突っ込むのだるいやつ。俺前会った時も50回くらい突っ込んでるからもう。その顔。怖い。その顔ダメ。第1回目に戻ってる。その顔ダメ。会ったことがすべてなくなった。恐ろしい。一回リセット。いや、ちょっとまあじゃ あの基本的な情報からね。みんなと一緒におさらいしていこうかなと。うんうんうん、まあ、要は、まあ、じゃあ、長谷川健太、うん、語ろうというね。そうそうそう。そうですね。長谷川ないと。教えてください、教えてください。
ハセケンナイトですよ。まあね。いや、この顔やだわ。なんでここなんでよりによってその顔にしたんですか。ちゃんとね、画面の右上にもずっと出してるから。サボっちゃう。悟りやさ。成功しそうか、これ。いや。それはもう皆さんと一緒にちょっとこう、多分見ていきながら。うん、まあ、基本情報からおさらいしましょうか。はい。はい。はい、長谷川健太監督ね。顔が濃いな、おい。はい、選挙。おい、言うな。これから監督なんだから。いえ。まあ、静岡出身でね。清水出身ですよ。ああ、清水出身なんだ。さくらももこさんと小学校の同級生という。これね。うん、およく言われてる。そうですね。健太君のモデル。異例賞ですね、確か。有名やな、これ。もう、これは本当に有名な。うんもうただこれくらいしかプライベートな情報。いやでもね、身長と体重は僕にだいぶ近いですよ。知らねえ。あ、なるほど。これはだいぶ近いです。うん、あ、ちょっとハセケンに思いをはせていただいて。で、だいぶ近いです。いいですよ。これか。選手時代。はい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 。まあね、静岡県立清水東高校から筑波大学、J リーグカードね、これ、エスパ時代の。懐かしいじゃん、まあ。生まれてないけど。ね、現役はもうエスパルスだけなんですね。そうだね。そうですね。清水一筋ですね。フォワード。フォワードね。右足で。右利きのフォワードね。まあまあまあ。からの、まあやっぱりみんな見たいのはこのね、監督歴ですよね。うん。まあ、浜松大学の監督から、清水、ガンバ、FC 東京、で今年から、来年からグランパスと。いやでもまず、あれってことは、あれですね、やっぱ FC 東京の YouTuber さんがここに今おったら完璧だったわけですね。そうなんですよ。ああ、そうか。うん。ちょっと重すぎますね。小原さん。僕らなんとかね。ちょっとまだ小原もパクれてないんで、ごめんなさい。パクでございます。これからパクる予定の人っているんですか、あれって。え、僕らですか。はい。言わないです。ネタバレになっちゃうもんね。確かに。浜森の可能性はありますね。浜森まあ、俺全然アリス、むしろやってほしいぐらいで。まあでも、あの、結構急に決まりましたよね。どうでした、グランパス、マッシモで行くと思ってたからね、グランパスのサポーターみんな多分。でしょうね。まさ、いや、確かにあの最終節、浦和レッズ戦の後、はい、このインタビューで、マッシモ監督も小西社長もちょっと歯切れ悪かったんですよ。マッシモ監督も、来年もやるつもりでおるみたいな感じの言い方するんですよ。はいはいはい、小西社長も今までは毎年、来年もマッシモと頑張るみたいな、そういう、監督と次も頑張るぞってことを言ってたのに、全然今回言わなくて、これこじれてんなとか思ってはいたの。ここにまず回はあったってこと？そうね、フラグはあったんだ。回でしたね。このチャンネルで言う回。回があった。回や。じゃあ、蓋を開けたらほんまに決まって、うん、決まってたんですよ、多分ね、その時も。もう決まっとるか、もうずっとこの平行線だったんだよ。あの全然僕も詳しくないですけど、まあルヴァンは取れたけど、リーグ戦、まあ5位でフィニッシュして、ACL 来年行けないっていうのがなんかこううまくいかなかったんですかね。うん、まあ下も的にはもっとお金欲しいとか言っちゃったかもしれない。まあ全部憶測ですけど。どう思いました、長谷川健太監督に。ああ、まあ率直にね。いや違うんですよ、あのグランパスサポーターからすると、長谷川健太って、あの、長谷川健太が悪いわけじゃなくて、僕らエルボー事件食らってるんですよ。ああ。ああ。長谷川健太こうやってやっちゃってて。俺らそれでちょっとイラッとした部分があったから、何でこいつなんみたいな人が結構多かったです。そこか。そもそも因縁がちょっとあったと。そうです。なんで、そもそも悪いイメージはないけど、その一件だけでちょっとこう、なんかなーみたいな。はいはいはい。うん、良い印象は抱いてなかった。の方が多いんじゃないですかね。ああ、ちょっと全然、ちょっと関係ないですけど、
問題です。健太さんは浜松大学時代に某有名芸人を指導しています。誰でしょうっていうクイズが急に。クイズですね。長谷川健太クイズ。え、これ答え書いてくれますよね、これ、リンスさん。知らんパターンやな、ね。あ、あの人かな。え、何かわかる？あの、一応浜松大学って、常葉大学の前、はい、今合併されてなってるんですけど、うん、なんか、静岡県の CM で、常葉大学の CM が流れたときに、EXIT の凛太郎さんっていう、僕も それで知ったんですけど、確かに凛太郎さん、多分静岡っすよね、生まれも。あ、そうなんや。多分ゴーカウなんだじゃん。そうなんかな。ああ、尾形か凛太郎で分かれてますね。あ、尾形かも。あ、尾形か分かんないな。急にクイズ始まる感じかい。今のその浜松大学、まあ現常葉大学浜松キャンパスかなの監督が今のぼりさんです。沢のぼりさんです。そうだよ。あ、答え言ってくれてるな。結果残してますね。お、誰？凛太郎さんですと。関東ローカルでやってましたと。へぇ、そうなんだ。なるほど。ありがとうございます、先生。ありがとう。詳しいね、やっぱり。もう、コメント欄の方が優秀なんだよな。もう、みんな本当に詳しい。コメント欄みんな呼びます、これ。URL 貼るから来いっつっても。ああ、でもこれは、ね、ケンタ、まずグラサポに謝れた。あ、やっぱでもそういった思ってる人いるよね。思ってる人いるよ、ね。クッツさん。いる。やっぱり。そうなんや。あの時結構、ね、まあ、あれはその動画が切り抜き、そう、問題だったんですよ。エルゴディックは。はいはいはい。もうそのイメージなんだ、ちょっとだけ。まあ、エルゴは俺ら偉いけどな。あの、選手の問題なんだけど、なんかそこにこういう風にやってるところがちょうど切り抜かれちゃってて、なんか、あの選手のブーよね、みたいな。うん、な人が多いんじゃないですかね。なるほど。ああ。でもやっぱり視聴者さん結構詳しいんで、こっからはちょっとみんなもね、それぞれの時代についてちょっと一緒に、うん、ちょっとぜひ教えてください。はい。うんうん、柴田さん時代から。そうね。そう。でも2002年から、そうですよね。クラブの監督するわけですから。そうですよね。間違えた。俺のクラブの、ね。いやいや。もういいわ。絶対毎回突っ込むようにするけど。じゃあ、まあ、清水時代。はい。2000年から2010年。はい。うん、まあ、結構長いんだね。結構やってますよね。そうですね、6シーズンかな。何歳の頃？僕2005年って言ったら、3歳ですね。あ、じゃあちょうど YouTube やり始めたぐらいですね。そうですね、サイコさんかな。ここから、まあ、試合数、勝ち、負け、引き分けですね。はい。試合数、引き分けね。はいはいはい、はい。2005年の清水が、うん、あの残留争いしてて、降格しそうだったんですよ。10個やもんな。ほんまや。はい。ほんとギリギリで、ちょうどこの年にのぼりさんが引退した年だったんですけど、はいはいはい、あののぼりさんがあのもし引退もう決意したんだけど、もし J2 に落ちるのであれば、あののぼりさんも残る、J1 に上げてから引退するって言った中で、結局健太さんがあのなんとかギリギリ耐えたっていうところだったんですけど、やっぱあの時はなんか当時の GM が誰だっけかな、久米さんかな、久米さんがまだその時も GM だったかは覚えてないんですけど、わかんないんですけど、うん、あの当時のその強化部長に、健太監督に苦しかったら、あのいつでも辞めていいよって、結構あのサポートしてくださってたっていうのは聞いたことがありますね。うん、その結果も実って、翌シーズンから飛躍したっていう。いや、よくない結果だけ見ると。4位とかね、一度も合格したらすごいなとか、ね、そうですね、うん、もう あそこ2007年789010あたりはめちゃめちゃ楽しかったですね。ナビスコ準優勝、準決勝敗退、うん、すごい5位とか、本当だ本当だ、うん、
ね、この時全然カップ戦は無双してだよねっていう時だったんで、しかも夏がめちゃくちゃ強かったんですよ。選手誰がいたの？ちょうどこの時に、引退発表された枝村拓真選手っていう選手だったり、青山直弘だったり、グランパスもいたけど、ね、岩下圭介だったり。確かに。岩下頑張りもいたよ。そうだ、あと、岩下はグランパスじゃなかったわ。全部言うぞ。言ってること全部言うぞ。浅いんだから俺。あと岡崎慎司がすごかったですね。岡崎頑張らんかった。ええわ、おるおらん。藤本純吾おった、藤本純吾おった。藤本純吾いました。そう、藤本純吾。おい、言いたい。マジで、おい、なんで藤本取ったんすか、あれ。おい、意味わかんない、本当に。もうピクシー、俺そこで恨みましたもん。ふざけんなと思って。どこでいいじゃん。タイガースサポーターはなんか、踏み絵やってたじゃん。藤本純吾の踏み絵。あれ、ジュビサポっすね。ジュビロやった後、その後久米 GM が名古屋に移って久米さんが引っ張ってきやがったっていう。順号とか大卒の時のタイミングはもう長谷川健太監督時代ってこと。そうです。ちょうどだから2006シーズンから10番が初めて変わった年だったんで。もう一人左利きの人誰だっけ、兵道ですかね。あ、兵道。兵道と藤本純吾の強かったよね、だからあの時エスパルス。いや、もうそうですね、当時は、アンカーに兵道が、あ、アンカーじゃないや。前じゃね。アンカーに本田拓也いて、特に2010シーズンは枝村だったり、あと、小野伸二もいたので、で、兵道が中核になって、無双しまくってましたね。逆になんであのメンツで俺ら優勝できなかったんだろうっていう。そう、まあ、タイトルはないのか。でもエスパルス。そうですね。唯一エスパルスではないですね。準優勝。ああ、そうなんだ。今日は最後。まあちょっとコメント欄の、ね、はい、清水関連のやつを、はい、ちょっと言っていきますとですね。清水時代は新卒選手に影響を与えるほどの監督でしたとかね。ほど、まさに藤本中央。ね。川崎サポ的には、ケンタエスパルスには全然勝てなかったイメージ。いや、もう確かに本当に、川崎はボーナスゲームでしたね、当時は。へぇ。うわ、言ってみたいわ、そういうの。当時の話ね。今の話じゃない。当時。いや、もうむしろ今俺らボーナスにされてる方だから。俺らもよ。ボコされる側だからね。シフトの時は若手をどんどん使って成績良くなってったり、ね、まあ、確かにそうですね。なんか思い出してもそうかもね。それこそ藤本選手ね、練習参加に来た時に健太さんに怒られたのがきっかけだと言われてます。はい、言われてますね、それ。そうなんだ、藤本選手。ただ若すぎたがゆえに、なかなか、その決勝までは行ってないんですよ。これ結構見たら分かると思うんですけど、準決勝進出とか準優勝とか準が多いじゃないですか。うん、あれ結局やっぱそのベテランが伊藤照義選手ぐらいしかいなかったんで、 あと市川大輔選手、懐かしいぐらいしか、うまくその統率できる人ってなかなかその時はいなかったんで、そこでもう若手の怒りというか、もうそこのところでもう勢いだけでいっちゃったから、最後の最後で詰めれなかったっていう。まあまあまあ、でもまあ、冗談だよね、それはな。清水とガンバでは若手の底上げができてた。うん、FC 東京時代は若手の底上げができず、攻撃が外人長い頼りな感じとかね。まあ、ああ、そうですね。ガンバの後期ぐらいからこうそういう感じのイメージにはなるんやけどな。ああ。エクソのイメージはまさにそうだもんね、外国人は。清水の時も外国人使うのはうまかったっすね。へえ。これね、シャムスカ大分とのナビスコが一緒でした。へえ。そうですね。シャムスカいましたね。藤本、枝村、兵道、高木あたり。そうですね、はい。
はい。長谷健サッカーはサイドハーフが3年目に過労で死にそうになります。まあまあ分からんくはないな。確かに確かに。参考にしとこう、ちょっと。清水はしじまる。もうその時は全然ですね。枝村のミドルすごかった。はいはい、うん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 。ミドルで言ったらやっぱボスナーかな。うちらで言ったら。エディ・ボスナーっていう選手がいたんですけど、オーストラリアの。はい、センターバックです。はいはい、はい、あの、ね、フリーキックがエグいんですよ。もう、あの、ミサイルっす、ミサイル。もう、ブワーンっ て, 言って。へぇー。これはレベチっす。あ、もう、あの、アウベスの気にならないぐらいエグいっす。じゃあ、めっちゃすごいやん。マジで、あの、ボスナーフリーキックみたいな検索したら、YouTube で違法でアップロードされたの出てくるんで。あ、俺、違法とかダメなんですよ。俺気になるな。俺も気になるし、コンプライアンスも一番持ってるのも気になる。コンプライアンス一番気になるっていうね。あ、ボスナー法の話してるね。ボスナー法すごかった。やっぱ怖かったんだ。ね、本当にね。本当にじゃあそういう突き刺すような感じだったんですね。もう射撃でしたね。へえ。まあだからちょっとシルバーコレクターと。言われる感じじゃないな、エスパルス時代は。まあまあまあ、そうですね。監督時としてもまだ、あれだね。成長段階でしたね、多分。始めたてやもんね、長谷川君。はいはいはい。はいはい。藤本含め主力大量放出になったのは、一気にベテラン切りにかかってフロントに不信感を持ったのが原因ですね。そうですね。ちょうど2010シーズンの、前半戦は、それこそ名古屋、グラウエじゃない、鹿島に 2-1 で勝って、首位で、折り返ししたんですよ。でそこの時はよしよしってなったんですけど、その後にあのアウェー新潟戦があって、あのそこから3連敗して結局6位まで落ちて、で当時その時首位だった名古屋に 5-1 でボロ負けして、その後ですね、多分なんか話聞いた限りだとそこからなんか戦力外通告とかブワーって出たらしくて、健太監督切るってことになってって感じですね。それでなんか2010年で辞めてんのか。はい、なるほど、そういう経緯で、はいはいはい、俺たちが優勝しちゃったからなんだ。でも俺恨みしかないっすね。それで順子取るし、その顔やめろ。この顔だけは初対面。ガンギ待り、ガンギ待ってる、ガンギ待ってる。急に関係をリセットするな。得意技だからね、スッと。そうだよ。あ、名古屋はアイスタではなかなか勝てない。うん、マジで勝てない。そうだ。今年だから僕、アウェー遠征で清水行かせてもらいましたけど、多分あれがね、9年とかそれぶりぐらいアイスタで勝ってないんですよ。みんな清水アウェー近いから行くんですけど、結構引き分けか負けて帰ってくる。僕があんだけウキウキな動画作ったのは、グランパスサポーターにとっても嬉しかったんです、それぐらい。はいね、あ、みんなうまいのにまずいマグロを食って帰っとったんですよ。おカシマなんかグランパスも取られるしね。で今、カシマリさん配信やってるっすよ。あら、裏で。はい。カシマラジオやってますよ。うわ、そうね。やっとんかいな。まあ、とりあえず、まあ、とりあえず駆け足で、ガンバ時代も行きましょう。はい、教えてください。まあ、コメント欄の皆さんね、ガンバさんとの方多いと思うんで、この時代の印象もちょっと聞かせてほしいですね。2013から17年、はい、まあ、ガンバでは3冠とってます、やっぱりね。ね、ガンバって何、最初 J2 だったんですか、最初の就任の時。そうですね、落ちたタイミングで、健太さんに変わって、そのまま上げて、そうですね、の次の年3冠という。はい。うん、いや、あの3冠は印象的だったなぁ。えげつないんですよ。えげつないな、この辺。起爆剤として。すごいよ。放出とか退任した時の挨拶でブーイングされてるの俺なんでって思いましたけんね。いや、ほんまやっぱそれさ、思うんだ。いや、それ思うでしょ。だって三冠取った人なんだから、せめてねぎらえよと思って。結局やっぱ、この思い出、長谷川健太監督の思い出はほんまにそれしかない、うん、俺。
最後のインタビューでブーイングされてたイメージ。ね、いやめっちゃタイトル取った記憶は僕はあるけどね。まあ、タイトル結構、うん、何個取った頑張って強えなってその時思ったもん。そうよね、めっちゃ取ってるね。まあ、本当にね、昇格即参加。うん。うん、いや、本当ね。ライドミン先生、ハセケンの取扱説明書を教えてあげてください。うんうん。絶対教えて。お酒は好きなの？お酒は。いや、お酒は好きそうなの？ハセケンと飲む予定やん。無理やで、それは。俺、飲めんの？いや、俺とハセケン飲むことは多分一緒だよ。じゃあ、俺、SNS とか上げないから、絶対。いや、そういうことじゃない。いや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 。あんたのチームのね、草サッカーの監督やったら分かるけど。いやー、でもまあ、皆さんね、やっぱガンバサポの方、結構いろいろ、あ、はい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 、ここにも言いました。長谷川末期はやばかった。末期はやばかった印象や、ほんまにそれが多かったですね、最後。この2017、ここ。まあ、10位。あー面白くなかったです、サッカーが。あ、そうだよ。あ、そう。とにかく。まあ、あの、優勝の要因は宇佐美とパトの連携の抜群さ。いや、あの時のパトリックすごかったもんな。いや、ガチレベチだもん。誰も止められん。ああ、ほんまに、ほんまにパトリックって言っておいな、戦術パトリック。もっとこう言ってやられるもん。ね。ああ。しかもヘディングだけじゃなくて、結構ね、足元、あの、もうドリブル引きちぎってゴールとか結構あったんで、パッと、あの時代は。足元あるし、フィジカルあるし、もう無双でしたよね、あの時。ああ、バンバン。ゴールが分からんから角度コンパ出そっか。ガンバで三冠した時は、エスパルスの経験のおかげなので一冠くださいという。そうだよ。それはマジであるわ。ああそうだよ。あげれたらええんやけど。ここの星をね、取ってあげれたらええんやけど。いや、開示じゃないから。あげられへん。S4R じゃないから。はい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 。あの、これはこれどういうことやろ。あ、ゴールに興奮しすぎてこけてたの懐かしい。ACL か。はい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 、はい。こけてたやつ。退任発表から勝てなかったのが原因だけど、ブーイングはやめてほしかった。やっぱすごかったですね。やっぱりブーイングは。いやー、でもなんかなー、その気持ちわかるもんな。マジで何言ってるか聞こえなかったっす。あ、そんな、そんなになんだ。なんか、そのケンタ監督ももう、ブーってなって、ちょっと喋んのやめるみたいな。この顔してた？この顔してた？違うのよ。これ発見取られたんだよ。これ発見取られた時にさ、せいこの顔、ブーイングされてて。あ、ねえ、また。これ80万人発動するから。この顔の監督も。この顔で待ってなかった。ブーイングなりやもん。70でも出んよ。地獄絵じゃん。ただこれ30の時にすでにこの声だ。もうダメだみたいな。来年うち来るんだわ。そう。そうだよ、この顔の監督。いや、ほんとそうでしょ、ね。あ、でもさ、お酒は好きそうなのこの監督って。もう一緒に飲むことしか、ガンチに。どうしても。飲めろ、思ってるやん。あ、でも俺、SNS とか絶対あげないからね。マジで。絶対あげるなよ。俺、こういうとこしか F 等いじりできないからね。確かに。あ、浦和サポの方ですね。はい、裏朝ポ目線ですが、ハセケンガンバ東口は本当に嫌だった。もうハセケン時代はもう浦和には本当に結構カモというか、まあ、結構、うん、あれね、チャンピオンシップの、はい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 、あれ、バックパスからのカウンター藤原ドンとか覚えてないですか？誰に聞いてる今。あれ今配信切れてる。つながってる。びっくりした。いや、切れてるやん、ほら。切れてる。声が飛び出てる。声が急に聞こえずなってる。切っとるやん。そんな変なこと聞いた俺。放送事故今。なんか F ワード言った今。
ハセケンガンマとレッツといえばあれやろ。あの、フリーズ選手権や。そのいや、もうええわ。配信フリーズ選手権や。終わります。ありがとうございました。いやいやいや、終われるか。いや、でも本当、いや、マジでガンバの子時代になってから皆さんのコメントがすごいのよ。本当に。やっぱ熱量が違うじゃない。熱量。ケンタはスーパーな外国人とサイドに労働者が必要。ガンバの時も大森幸太郎と安倍ちゃんだったんで。はい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 。あれ、安倍ちゃんってうちにおるな。おる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 。返せ。あ、優勝すんじゃん。来年おるのかな。返せ。いいじゃん。ガンバいたし、ナオヤいたんだから次清水にくださいよ。タイトル1個ぐらいよこしてくださいよ。絶対優勝すんだから。タイトル受け負いにやからね、優勝。まあまあね。うん、本当ですよ。参加したんだから。あ、移籍金をちょっと。ブレイク。皆さんに質問です。あなたはコーヒー派、それとも紅茶派？うるせえ。辛辣すぎるやん。いい子な。いや、なんちゅうこと言うねん。ワイン飲んどんねん。ワインだ。あ、健太監督とすれ違ったと。すごく体が大きくてびっくりしました。177マッチアップしたってことですね。マッチアップって言わんやろ。あら、ああ、これね、トスサポさんですね。エドワールド残ってくれてよかった。本当ね。いや、だって行くみたいな感じだったのに。いや、ほんま、決定的って出ましたよ。決定的ってまだ、あれの、日本語的にはまだ 30% ぐらいなの。決定的っていうのは、決定じゃないってことですよ。決定はしていないという意味ですか。決定的というのは敵ですからね、はい、いやでもエドワルドガンバに行ったらクソ強くなっただろうな、ね、ねえ、ほんと、いやだからこれどうなる、まあな、誰か取るのかや、取らないやばいけど、なんかね、結構ね、賞味期限3年っていうのはガンバサポのイメージなんかな、その長期政権でうまくいかんみたいな。まあでもエスパルス、待って待って、それマシモの話じゃないの、マシモの話ですこれ。マシモの話じゃないよ。でもやっぱ、まあ、長期政権でずっと強い監督だったらなかなかおらんから、ね。まあ、うん、でも年々減ってますよね。うん、清水6年、ガンバ5年そうか。かな、はいはいはい、で、東京3年ぐらいかな。うん。ガンバ4年か。4シーズンありますかね。5シーズン。はい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 。だから多分あれじゃないですか、あのちょうど3年ぐらいで名古屋さん終わりそうな気がしなくもないな、この流れでいくと。なんかインプットの時間必要かなみたいなものは、なんかツイッターで誰かが言ってです、確かにと思って。あ、何、その長谷川健太監督ってなんか戦術家なんですか。いや、もともとは戦術家だと思うんですけど、はい、なんだろうな、なんかここ最近の FC 東京のサッカーとか見てると、なんか動きとか戦術っぽいのが単調すぎるから、一回ちょっと解説者とかに1年ぐらい行って、もう一回インプットの時間与えた方がいいのかななんてものは思ったりもしますね。長谷川健太自体にってこと？そうです、そうです、そうです。長谷川健太のサッカーがとかってことだと思った。長谷川健太ガサ。あ、そういうことか。ああ、まあ、安倍ちゃんとね、大森の話でいくと、2人がサイドでいたのが良かったろうと。だこれがいたから、成立してたの。もう本当にそういう意味で。その、走る人、うん。やっぱ走る人がサイドに必要なわけですね。やっぱ守備的ですよね、どっちかというと、やっぱり。どうですか、名古屋は。じゃあ、今までがまあマシも守備的だったね、だいぶ、うん。遠いわけじゃないですね。清水時代、守備的なって思ったことなかったっすよ、俺らの時は。清水でも、巨人陣や四千、ガンバでもパトリックとハイタワー系が一人いてほしい監督です。うん、名古屋、今ね、なんか、ハイタワー、おったんです。あいつハイタワーじゃないんです、実は。あれ？あ、ハイタワーじゃない。暴力なんです。暴力。おい、サポーターが言うな。バイオレンスハイタワー。あの、あいつね、あの、背高くてヘディング強いとか、そっち系じゃないんですよ。あいつ多分ね、本当は左サイドにいたいタイプなんで、あー、ね、なんで、あんまりこう真ん中
をずっとやりたいタイプじゃないんですけど、まあ、日本の J リーグだったらこれでいいっしょみたいな感じで、急になんかディフェンダーを背負えるようになったんですよ、あいつ急に。へえ。そしたら急にそこから振り向いてシュートとか打つようになって入るんですよ、やっぱ上手いから。ね、うまい、一瞬うまい。だから絶対薬物はやってないと思いますけどね。言っちゃったよ。最後の最後に言っちゃったよ。言っちゃったね。やってるからできたんじゃないですか。でもね、分かんないけど、まあ、ユーロとか出てた選手だから、直前まで。うん、やってないと信じたい。はいはい、まあね。まあまあまあ。で、ほら、シャビエル抜けちゃったから、10番背負うつもりだったんじゃないですかね、グランパスの。そうなんですか。へぇ、こうなっちゃうと、ちょっとあれですけどね。あ、でも、長谷健さん、お酒大好きみたいですよ。飲みすぎて、全然溶けたと。ああ、じゃあ、二色は一緒に行けそうですね。いやいや、一緒に飲むしまーす。二色の暑い夜が。酒飲みすぎたら全10時で溶けんの。そもそもな。これあるあるなんですか。これは、その肝臓がとかじゃなくて。全10時で溶けるの。そう、細かいな。ええー。全10時ってそういうやつなんだ。あ、2014年の天皇杯の準決勝の清水対ガンバ戦。清水サポとしては、長谷川ガンバに負けたのが悔しい。うん、天皇杯強かったな、ガンバ。あ、そう、長谷健。ちょうど2014年の準決勝で言ったら、僕らの監督が大榎並さんで、ちょうどサンバガラス対決だったんですよ。はい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 。それで一回盛り上がって、うおーってなって、僕らも残留その年シェアしたから、あ、じゃあこれで来シーズン巻き返すぞって言って、2015年の新体制の時に長谷川健太監督が参観したんだから俺らにできないことはねっつって、現有戦力が主になってあんま新戦力補強せずに行ったら、はいはいはい、案の定落ちたっていう。あ、そこで攻略か。はあ、その時はすごかった、はいはい、単独突破できる外国人選手最低2人用意しておくべき、なるべくブラジル人でとアドバイス。マテウスがね。ああ、ね、まあマテウスか。あ、でもマテウスだって左足切ったらもう守れるって分かっちゃったもんな、この 1,2 年で。でシャビエルおらんじゃん。まあそうか、シャビエル。よし、新しいの取ってこよう。そのコメントが来てましたけど、ね。そうね、そうなんだな。長谷川健太にファミマで会いました。オランジーナ4本買ってましたよ。どういう情報や。うわぁ、これは貴重な情報。オレンジ魂。やっぱオレンジが、やっぱり、あるんかな、やっぱりこう、心の底には。本当に、ハイボールとか好きそうですね。ちょっとオレンジ見えるもんね。知らんよ。その暖色系ではあるけど。はい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 。清水、うち毎年監督変えるとかある意味勝負しやろ。あ、清水ね。本当だよね。本当に。3年連続変わってもなお残ってるっていうね。しかも今年って結構さ、選手取ってたよね。はい、大型補強とか言われてなかった ?2021 年の最初って。めちゃめちゃ期待高かったし。うって。でも俺、ダゾーンのあれ見ちゃったもん。あれ結構、あれか。つらかったな。他札幌なのに。いや、あれ、予兆に過ぎないんで。これから、9戦勝ちなしのところもあるし、ぶち切るところがあるし、ベンジャミン・コロリって選手がいるんですけど、まあ、プレビューでちょっと映ってたんですけど、ホワイトボード、ブワーンぶん殴ってるシーンあったんで、ぜひとも楽しみにしてください。ホワイトボードをぶん殴るっていうのは、結構サッカー選手あるあるなんですよ。監督あるある。ガンバも、ロッカールームの、うん、なんか映像 DVD の今年のね、予告編で松並監督がホワイトボードぶん殴ってました。いや、バリバリバリ違うっすだから、ホワイトボード殴ってその時の藤原選手、なんで陽気でこうやってドリンク飲んでるんですか。どこ見てんねん。あんま聞いてない。まあ、戦術家かどうかっていう話でいくと、うん、皆さんの、コメントでいくと、赤黒さん、戦術より守備を頑張らせるタイプ。うん、モチベーター、戦術家というよりもモチベーター感がある。
ヘッドコーチが重要な監督なのではないだろうか。そうガンバの時は片正さんが、うん、そうなんですよね。コーチやってたりとかね。うん。引き抜こう。そのヘッドコーチを。もちろん。ガンバの監督に片野坂さん来んのかすら不安になってきたから、ね。そうね、今ね。まだ決定じゃないですもんね、あれね。決定じゃないんで、決定的っていうのは決定じゃないってことなんで。ちょっとエドワールドでアウンが立ち込めてるからね。うん、ちょっとね。いや、だって、エドワールドだけじゃないじゃん。宇佐美もなんか、センシティブなワードでしょ、今。センシティブ。うですね。やば。この配信やば。この配信。はい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 。守備戦術には厳しかったんだけど、最近個人の能力頼みなイメージ。まあちょっと次の話なんですけど、まあ FC 東京では現実的なサッカーしかできなかった。うん、なるほどね。はい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 。ケンタはジェジン・マルキヨン戦いた時代は強かった。清水はテルイチ切ったあたりからおかしくなった。うん、そうですね。ちょうどあのさっきのヘッドコーチの話に戻っちゃうと、はい、田坂さんが今、現栃木の、今もう辞めちゃったんですけど、監督になって、はい、で、その田坂さんがめちゃくちゃ優秀で、若手もベテランとの仲介役にもなってくれたし、みたいな感じだったので、やっぱそこ大事かなって思いますね。なるほど。ガンバではまず守備の崩壊を整備したから守備的なイメージが長谷川健太にはついたという意見。そうだね。だから割とまあグラッパス、現状のグラッパスにはちょっと合いそうではあるけどね。まあね。まあ、そもそもが守備的なチーム作ってますからね、今ね。個人技ある選手は前に結構おるじゃないですか。そうですね。まあ、相馬とマテウスがいるし、十分じゃないですかね。そうね。いや、でもね、あんまり言いたくないけど、前田がもう期限付きですけど移籍決まって、まあ、あれほぼ完全狙いですわ。半年とかですもんね。うん、一応半年の期限付きって言われてますけど、まあ僕らからすると完全移籍勝ち取ってきてくれってぐらいの送り出しをみんなしてるんで、前田がまずおらんやないですか。そしたらそこにはもう、ガブリエル・シャビエルも今年ね、おらんくなっちゃったし、そう、右サイド、マテウス、か。で、反対側、相馬か。マテウス、どんだけ評価マテウスへの信頼が。信頼下がったな、マテウス。いや、マテウスって、他の、あのチームの方どう思ってるかわかんないですけど、結構対策されちゃって、本人的になってるんですよ。なるほど。左足切れば本当に止めれるって分かって、左足切って、なんかもう一人カバーできたら、挟んで取れちゃうみたいな。っていうのがバレちゃったので、森下とかいますね。まあ森下がね、左も右も、本当はサイドバックしたいって言ってますけどね、もう一個後ろの。うん。今年は豊富でしたけど、来年はね、どうなるかわかんないですね。あ、ちょっとね、じゃあちょっと、直近の FC 東京、はい、ちょっとごめんなさい。これね、FC 東京時代。ここに FC 東京の YouTuber がいないっていうのが残念です。はい、皆さん、まあ、もしこ の, あの配信に FC 東京のサポーターの方いらっしゃいましたら、ぜひ、ちょっと FC 東京時代のイメージをちょっと、まあ、ガンバサポの方でも、清水サポの方でも、名古屋サポの方でも全然大丈夫です。でも、コハロンさんっていう人いるんですよね。いますね。はい。王者。王者っていう。絶対王者。覇王。J リーグ YouTube 帰る。川崎フロンターレ。川崎フロンターレ。クラブ公式より多いんですもんね。はい。多いっす。余裕で多いっす。クラブ公式の3倍いるとね。呼べそうなの。いや、ちょっともうちょっと頑張ってから頑張りますから。はい。僕らも頑張ります。ぜひ紹介してください。蜜を吸おうとしてるまでだ。俺もイクパッパチャンネルについていくからね。イクパッパチャンネルしか勝たん。誰こいつら。俺らだけで集まってもあんま意味ない。ちゃんと足し算して、もう合計のフォロワー数とかで、とかチャンネル登録者数で、ボコしましょうよ。ボコしましょうよ。一緒に頑張りましょう。2000人ぐらいよこすんで。全然足りてない。
全員たち。山上チャンネルは1800。フロー。我々の日常は2300。2300だ。雑魚。俺らも含めて。全員雑魚やん。全員雑魚ですよ。やめてよ。僕のチャンネル登録の1800人雑魚って言われてるからね。いや違う違う、そういうことだ。どうだ。ドロー。どうや、いいわ。トラップカード発動や。どうしたんや。ちょっとですね、FC 東京、まあ、さらっていくとですね、はい、まあ、2018から21なんで、18、19、24シーズン、はい、はい、やられまして、まあ、2018年、まあ、6位、19年2位、20年6位、20年、あ、これカップかな？そうね。ああ、ルヴァンですね。ルヴァンですね。で、2021。ルヴァン去年ね。まあ、ルヴァンの優勝がやっぱ一番印象的ですからね。まあね。FC 東京。FC 東京はね。本当に。初タイトル。うん。確かに。もたらした。うん。そのイメージはありますよね。FC 東京の怖さは、長谷健よりもブラジル人トリオかなと。まあまあまあ。そのイメージ。よりそのイメージが、FC 東京とかに続いてしまいましたね。アダユートね、レアンドロ。ああ、まあ、ザイスさん、なんとなく最近のモーリーニョのイメージと被ると。東京のゲームを見ているわけじゃないが、明確な戦術を持ち合わせているわけでもなく、リトリート、縦ポン、攻撃は個人能力頼みのリアクションサッカー。まあ、そういうイメージあるんか。あんまじゃ変わってないな。でも、モーリーニョって例えめっちゃうまいですね。モーリーニョか。そうなんだ。すげえスペシャルワード。本当かそれ。本当かおい。おい。おい。なんだ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 。あおてめえ、ザエス。お前、ほんと適当なこと書いてんじゃねえよ、ザエス。本当かおい。来年のうちの順位見とけよ。いやいや、落ちる前提じゃないですか、それ。このフリやったら下の方よ、順位。縦に速いファーストブレイク戦術、足の速いフォワードと蹴ってるから、ボリビア。ああ、縦ね。はい、まあやっぱでもそう、やっぱカウンターっていうかそういう感じなんだな。まあそうだと長井もいますもんね。はいはい、あ、長井が怖いってね。はい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 。長井怖いね。ガンバ時代はやっとさんがいたので攻撃ができてましたと。FC 東京のボランチは似たタイプがいなかったんで、うん、ブラジル人トリオの破壊力頼みになってたイメージです。なるほど。ただレアンドロがあれなんで崩壊しましたよね、かっこ悪いと。まあでもそれもう。あ、正解ちゃん？正解出たんかな、これ。ボランチ。ボランチか。結構近くにいるんすよ。いやいやいや、やっとさんはね。そうね。岩田近いけど。岩田近いよ。そういう意味で、そうじゃないんだよ。違うんだよ。だから、期限付きでいけそう？レンタルやるんちゃうから。うちのチーム来れる？いろいろあんのよ、契約とか。知らんかもしれんけど。お酒とか好き？いやいや、結局もう打ち上げのこと気にしてるやん。あの、美味しい魚なら清水ありますよ。それで釣って食えへんやろ。東京あれだけメンバー揃ってたのに9位ってことはやっぱり監督に問題が点点点というね。まあ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 、ポジで言うとその若手を辛抱強く使うところは評価できるかも。確かに。いやでもそれはね、実はグランパスには欲しいところなんですよ。え、結構今のグランパスって30歳前後の人が多いんですよ。はいはい。ああ、なんかツイッターで書いてましたよね。うん、20前半とか20いくつの人ってあんまりいなくて、なんで若返りは本当はしたいはずなんですけど、そういう狙いもあるのかもしれないですね。うん、現実路線でいくとやっぱ勝ちたいからマッシモで引き分けか勝ちをしたかったなと思うんですけど、なるほどなるほど。これじゃ勝てんやろっていう感じの方向に振っちゃったかなっていうところありますよね、多分ね。一回トイレ行きます。あ、出た、うちのチャンネル名物、離席。帰ってきたら俺も一回ちょっと、ぜひあのトイレ休憩は必要なので、はい、休憩タイムっていうのかな。あのね、浜口はね、あの人の3倍トイレ近いんで、あの気をつけてください。あ、俺もね、結構一緒ぐらいですよ。あ、結構相性ですか。うん、その時はグレモル君がこのチャンネル主としてやっぱ頑張ってほしいな。そうそうそう、準レギュラーとしてね。じゃあもう、あの、その時だけ名前グレモルの日常をセカンドにしますよ。
あ、もう、配信名を。他のチャンネルとして。いいと思う。全然いいと思う。いいと思う。あの、それ、それ3万人引き継ぐのか、やだな。いやいや、3万人まだいないよ。まあまあまあ、でも、あ、シオン来てる。お、シオンさん来てるな。なんかさっき見た。え、シオンさんって誰ですか、シオンさんって。え、おいおい。メンバー。うちの。いや、俺がレギュラーなんで。レギュラー争いしてるわけじゃないですか。なんかないでしょ、なんかその、ライドミーみたいなやつありないでしょ、シオンさん。なんか作った、あ、やってねえのか、俺、そういうの。そういうのやってないんだ、俺。メンバーそれあるから。それが証拠やから。あら、俺、おつもりあるんで。あ、おつもりね。あったな、そういや。おつもり。おつもり。それ恥ずかしくないんですか？うるせえな。うっせえな。やかましいわ。それシラフでやってるんですか、それ。おお恐ろしい、この配信。いやでも、あのシオンさん F 東札幌なんでね、 FC 東京札幌なんで。あ、そうですよ、確かに、はい、もうそこ認めちゃってるんだね。ぜひ、ハセケンのこと教えてください。ハセケンのイメージ、シオンのイメージ、はい、ほんとね。はい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 、あ、そうね、FC 東京サポ代表お願いします。ぜひぜひぜひ。だいぶ剥離してきたよ。いやいや、本当ですよ。あ、近藤無線さん、これね、あの浦和サポの250円、ノーコメントスパチャ、ありがとうございます。これ、なんて言ってんだろうな、今回。今回はね、浦和サポさん的にはなんと言ってんだろうね。これはいつも UG さんがこう埋めるっていうね。あ、そうね。そう、ノリがあるんですよ、裏木チャンネルさんで。これ、近藤無線さんがなんて言ってるのかっていう。もういいやん。なんて言ってるか。むずっ。え、友人さんすごない。いや、すごいっすね。すごいの。なんて言ってんの。いや、わからん。あ、あの、しおんさん、あの、番組用に挨拶する暇あったら教えてください。お願いします。どんどん教えて。いや、もう。デジアムが撮ってるからね。一応コメントにもあったけど。だって同じポジでしょ。僕とシオンさんって同じポジションで、こう。いい、まあ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 。あ、出た。じゃあ俺バチ、あ二人の一緒。あー、嬉しい。このコメントにあったんで。はい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 、タオルね。あるよっていう、ちゃんとありますよ。これ厳密に言うと俺じゃないっすけど。いやいや、高橋さんね。ありがとうだったな。あれだ、え、これガンバのこと、名古屋のこと、名古屋かな、名古屋かな、ガンバかな。あれだけ代表クラスが移籍して、あれだけがねんじゃねえ。あれ、ワンチャン俺っちの言葉ありそうだな。あのさ、静岡弁の俺っち出すのやめて。これ静岡弁なんすか。うん、俺っちってこっちで通用しないよ。いや、俺出してねん。いや、俺って全然そういう俺っちとか通用しないよ。俺やねん。俺っちって、え、そうなんすか。俺っち静岡弁だよ、マジで。え、初めて知ったっす。僕の、あの、ところに大学とかで来てた静岡の友達はみんな俺っちって言ってて、はいはいはい。ダサって思ってたもん、その時。うそ。なんか、友達に今ダサって言われたんですけど。俺っちダサ。さっきからな、言いすぎやな、このおっさん。な、エスパルスばっかり、なんかな。うわぁ。やっぱほら、老害として、老害にプライド持ってるやん。老害ムーブだから。プライドオブ老害にダメっす。あ、この TY ラグさん、200円。これラグティ、これあの、グランパスのグラポっていうサイトのライターの一人です。FC 東京サポに聞いた来年のケンタグランパスこうなるんじゃねという記事が、近日中にグラポページで公開予定です。あ、ちゃんとこの人が教えてくれるんですね。この配信の答えはこちらに書かれてる。なるほど。ただね、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、ラグティは酒飲むと大変。こいつもか。グランサポ多分ね、グランパスの
サポーターの中でこう、今年のグラサポのこの何有名だった言葉のうちの一つで、僕がラグファントムって名前をつけちゃった事例があって、それがスペースっていう機能で、このラグさんっていう人が、こう喋ってる途中で寝ちゃうんですよ。いびきかいて。やば。やばい。で、それが1回とかじゃなくて、毎回なんですよ。寝に行ってる。やばいやもう。え、あのラグ、このラグさんって、ツイッターのあのラグさん、あのラグさん。ラグさんに言いたいですけど、俺、基本、他のサポーターの方、対面じゃない限り、あんまりフォローしないって決めてるんですけど、ラグさんめっちゃ気になったからフォローしたのに、フォローバーしてくんないで、ちょっとフォローバーしてください。ラグさん待ってます。ここで言うな、ここで言うな。ラグさん待ってます。リアルで飲むなよ、絶対。あと、俺じゃなくて、俺っちね。俺っちね。俺っちね。俺っち。俺っち静岡弁だぞ。いや、ちょっとね、静岡に誇り持ってて。東京サポの意見が。東京。まあ、まず、しおんさん。東京は監督に関わらず、毎年5位から9位くらいのイメージ。そんな話してないよ、ね。でも、これ、マジの東京サポさんですね、これ。COG さん。東京での2021はシーズン、2021のシーズンは、開始前に S 級持ちのヘッドコーチ、はい、2人抜かれて最初から最後までチーム構成に苦労しました。ガンバ時代の片野坂さんみたいな、副官役をつけてあげない戦術的に細かい部分を詰めたりするのは苦手です。やっぱりそうなんだね。なんかそんな、まあ、多分、マジだよ。割とモチベーターなんやな、監督としても。で、しっかりこう右腕になる、戦術細かい部分をやってくれる人がいたのが。なるほどね。それとうまくいく可能性が高いってことですよね。あ、エスパルスのタオル代250円いただきました。ありがとうございます。これはむしろグレモル君にあげてください。そうね。そしたらうちは、うち俺の分もちょうどいい、俺の分も。俺気になるな。うちも気になったな。もう俺っちの特権なんで、俺っちの。俺っちやめろ。うるせえ、うるせえ。グレモルさん、来年以降お酒を飲むことがあるかもしれないけど、上の二人みたいにならないでね。と、まあ、俺っちは上の二人にはなんないから。俺っちだせえな、おい。ただただ絡んでる。ただただ。ただただ人前下ぐらいの人に絡んでる。はいはいはい。あれおい、多分こいつおったんかい。イクパパ多分公式250円。俺っちが静岡弁だったら、ハマグッチは何弁ですか？ハマグッチは名刺やろ。高い止め。いいね。ちょっと最近拗ねてるもんね。このイクパパ多分公式さんね。拾われないから。いやいや、そうです。いや、本当、いやいや、ちっゲスト来てるから、今回。何すましを拾いまくる配信じゃないから。お預け、お預け。確かにね、確かにありがとう。すがすがしいですもんね、ここのなるすましは。いや、本当にね。すごいね。勝手に公認にやと自称していくスタイルですからね。わくわくやって。あ、G ファミポーさん。あ、楽しい配信です。ビールが止まりません。明日はガンバ大阪の A 情報が入っていますように、お賽銭です。ということで。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。飲みながらね、見てくれるというね。一番理想ですよね。いや、本当にそうですよ。確かにな。最近生配信でなりすましが少なくて寂しい。リラックス、ヨシユキさん。それすげえわ。今日うまいこと乳首隠れてるな。うまいこと乳首隠れてるし。コンプラオッケー。うん、ちゃんとセンシティブ守ってる。FC 東京に話した久保、ヒョンス、橋本、室谷かな、室谷が移籍して、今年は怪我人だらけでした。まともに長谷川監督のサッカーができないことが多かった。ああ、じゃあ、橋本健とかも行きましたもんね。そうか。どのチームも一緒か。まあまあまあ、まあまあ、ガンバもね、本当にそうです。グランパスも怪我人悩んだし。あっ、しばらくダンさんが。来ました。ダンさんも芝の上チャンネル結構出演してもくれてますし、グラポライターの一人です。あ、そうなんや。ありがとうございます。ありがとうございます。てかマジでグラポロあるの強いっすね。グランパスはね、本当グラポをみんな読むからね。ツイッターやってる時にね。グラポとズブズブなのがね、結構羨ましいですよ。あ、僕がね。はい。ないの？水は。いや、グラポなんてないですね。こうそういう関係のものは。あんなユーチューバーおんのに？いや、うるさい、うるさい、うるさい。
ね、なんかいっぱいおる、ね、J クラブ最多の YouTuber を抱える。シミポやればいいじゃん。シミポ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  S ポやなんでそっちの方も、ね、S ポって何じゃんけんのやつとかやるんですか。やっぱりこう S ポは S ポは大事やん。山本太郎いやー、すごい出てたな。新鮮に出てたな。いく多分公式、みんな僕の公式ツイッターフォローしてねと。宣伝すんなよ。非公式やからお前。考えろ。フォロー頑張れ。スパチャしてくれてるんや。スパチャしてくれるってことはありがとうございます、本当に。あ、グラップもある分 YouTube に。いや、違うんだよな。これね。言われてますね。言われてるな。これね、僕のこと言ってるんじゃない。多分ね、グラポのこと言ってるかもしれないです。あ、これグラポディスリー？グラポの影響力が結構でかいんです、グランパスって。なんですけど、グラポやってる皆さんは多分 YouTube やらないんじゃないかな。そんな時間ないと思います。みんな忙しい人が多いんで。あの、僕はリアルな方の仕事も知っちゃってるから。動画やってる時間はないかな。ああ。大変だと思います。清水、逆に言ったらそれがグラポロの場合が YouTube とかさっきおっしゃってたじゃないですか。うんうん、俺ら何も影響力ないんで大したあれじゃねえっす。俺ら喋ってるだけなんで。喋る。大事じゃない？でも発信してる。俺っち発信してるんですもんね。せえ、その顔。酒飲んでる姿を発信してます。はい。酒飲んでる姿を配信してる。いや、僕は飯食ってお酒飲むだけの動画ばっか作ってますけど。はい。あの、かっこいい撮り方で。でもこれ今だから言うんすけど、あの、僕最近、あの、自分が飯食ってるシーン上げるようにしたんですよ。あれ完全に千葉の A さんのパクリっす。あ、すごい。パクリが良くないよ。パクリやめる。あんま YouTube でパクリとか良くないぞ。パクリはマジでやめた方がいい。ああ、ちょっと待って。あの、パクリ見る中さんとかパクってるよ、おい。YouTube はほんまにね、オリジナリティが重要やから。独自路線でいかんと。おいおいおい。俺のオリジンはやっぱり。俺のオリジン その一本やり戦いすぎ。そのめちゃくちゃこの太い柱が。俺の。俺ね、このやり。もうブレンド、そこは。何回防いでも。めっちゃ売ってくる。ほんまね。あははははは。あ。でも本当にグラポってすごいですね。本当にグラポ。グラポは多分ね、うらぎさんの次に J リーグ界で見られてる。そういうメディアなんだ。うん。なんでグラポのサポーター実は、そう、うらぎさんはこっちの YouTube もやり出しちゃったから余計ですけど。はいはいはい、はい。次がグラポぐらいかなってみんなに言われてます。結構歴史もあるんですね、じゃあ。そうです。で、なんか戦術班が結構おるんで。まあね、レビューをしっかりこうやってる。もうそれはもうできないですからね、もう僕は。僕はってか。YouTube で毎回それやるって結構労力やないですか。めちゃめちゃ大変ですよね。わかんないし、ね、この毎回ライブ配信でやっとる場合いいですけど、まあね。打ってとか、文字起こししてとかやったらもう、もう、寝る時間が。すごいな。いや、でもなんかすごい、これで冷静になったけどさ。このさ本当に俺ら全員残留できてよかったなっていう。いや、マジでそう。いや、本当にマジでそう。俺、お通夜だったもん、本当に。いや、本当に。なんか、ふとした瞬間にすげえ、あって思った。残留できた。マジでそう。確かにな。え、来年もアウェイ行っていいんですか？ガンバさん、清水さんって大丈夫なんですか？いや、一緒の J1 で戦ってるやつ一緒に。あ、僕って、あ、すみません、僕って YouTube で、あの、アウェーどこどこ一人旅みたいなやつやってるんですよ。はい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 。で、あの、まあ、ちょこっとだけ見てもらえてて、あ、見てますよ。飯食ったり飲んだりしてるのが楽しいみたいなこと言われてるんですけど、はい、やっぱり、あの、まあ、言い方悪いですけど、大分さんとか仙台さん、行っとんですよ、僕、今年。ね、行ってますね。こところ、ダメになるみたいな。なんか寂しいなとか思って。いや、僕ら落ちてないんで。いや、あの、残留してるんで。はい、残ってますから。残ってんのよ。あの、ちゃんとあの、30周年、俺ら J1 なんで。もう、あの、この人、もう、コラボなしで、今後。あの、ツイッターもブロックしよう。ダメだ。このお兄さんダメだ。この人、もう、
使い物なんないわ、これ。残留してるよ。残留、しかも、あの、僕って言ってたしね、最初。俺じゃないですよ、俺。オンライン。もうむちゃくちゃ回っとるよね。もう言ってんな。こんだけ飲んでると全然本調子出せないね。わかった。でもよかった、今日こんだけ本調子。本調子よかった。前回とはほんまに。いや、それやめて。この顔だめ。見てると切なくなるから。切なくなるのよ。その顔見てると。黒歴史やぞ、あれ。1ヶ月前の黒歴史だぞ。1ヶ月前で初コラボのね。うん、いやー、パクリ YouTuber だらけ。誰がや、こら。誰がや、こら。あ、崖っぷちチャンネルさんが考える補強ポイントはどこですかと。言われてるよ。俺俺のことです。俺だから誰のこと俺が崖の下でも崖の上でもなく崖っぷちチャンネルという崖っぷちチャンネル上での上で行けやこらそうですねせめてせめてあでもね補強ポイントはとりあえず電柱が欲しいセンターフォワードが欲しいのとボランチもう一人欲しいかなうーんあと左サイドバックの吉田豊が頑張りすぎてるんで、もうちょっとゆっくりできる人が欲しい。噂でもありますもんね。うん。でも全然、おしっこしたい。いやいやいや、そこかよ。ぜひおしっこはしてください。あ、すごい。あ、消えたし。おしっこ離席。あ、でも清水、うん来シーズン静岡ダービーできますね、と。うんいやもう本当嬉しいですね。早くボコボコにしたいです。でもそれはやっぱいいよね。盛り上がるしね。やっぱりそれはやっぱちょっとね。結局だって羨ましかったっすもん、大阪ダービーとか見てて。いやまあめっちゃ羨ましかった。本当に、まあ。全然楽しくなかったけど。勝てばね。勝てば。勝てば楽しいけどね。本当に確かに確かに。そうですね。グレのモルさんが考える補強ポイント。もう某芝の上さんじゃないですか。清水の補強ポイント。ああ、清水の補強ポイント。まあ、本当、個人的にはですけど、いや、もう一番の補強ポイント、監督だと思います。ああ。平岡さんがやるのなんか、そんな路線はあるんですけど、もし本当に平岡さんで路線行くのが確定してるのであれば、もうすでに報道出てるはずなんですよ。まあそうか、もう残ってない、まあ、終わってるもんね。だから今本当に多分人選選びをしている中で、それこそなんか健太監督今名古屋に就任しちゃったけど、うん、言ってたもんな、健太監督多分来ますよみたいな。そうだから健太監督マジで俺ら来ると思ったんで、うん、いや名古屋取っちゃったじゃんと思って。俺っちね。俺っちおかえり。俺っちおかえり。俺が欲しかったんですよ、俺が。あ、俺あんなに YouTube おるのにあ何みんな酒飲んでねえんだ。飲んでる。酒飲んでますずっと飲んでる。いや、飲んでないです、飲んでる。YouTube の人が。あ、グレモルさんには申し訳ないですが、静岡ダービーはジュビロを応援しますと。マジか。まあやっとさんがねいらっしゃいますから、まあ、そっか頑張るそっかとゆかりがあんのか他にもいるしね頑張るうーあれうわ嫌なアイコンですねうわ、まあ、これ本物ですかいやいやこれじゃないですか、ね、はいウサミいただきますよとフリーザみたいなほっほっほフロンターレそうやねレッツじゃないしあ、川崎サポに煽られてますね。宇佐美が川崎に行っても届くが嫌いだ。届くが嫌いだ。無理だだけ。無理。それは死ねえって言いますよ。死ねえって。思うよ、だって宇佐美の僕がなんか動画上げたんですけど、うん、うんうん、見た見た。本当コメント欄、
ガンバサポと川崎サポのもう普通の喧嘩でした。コメントなんだよ。やたらコメント通知込んだことね。僕あんなに初めてコメント欄の見て羨ましいと思わなかった。関係なかったもんね。俺ら。俺ら関係ない。うん。うん。だって無理しか言ってないのに、いきなり論争してんのも。その俺らは無理やん。俺ら何も言ってない。うまい。イエーって言ってたけど。でもね、最悪の時代来ちゃったら、とりあえずポジャフロさん招聘して、ね、まあ、ボロカスになる可能性が。普通にリュウちゃんと喧嘩するかさ。そうですね。リンクの上で、決着つけて。リュウちゃんとスパーリングする企画はちょっとやりたい。いやえ、どういうこと？鹿島が勝利をいただきます。樋口も勝利。いや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 。石田です。石田です。ガンバサポちゃうんかい、こいつ。そうなん。はい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 。まあね。うさみな。うさみクラス、なんかそういうのあります？経験。ああ。ごっそり。それこそ藤本純吾じゃないですか。ああ、まあ、10番か。うん、エースナンバーです、ね。あと、大前元気だな。ああ、大前って、大宮行ったっすね。自分で行ったんじゃないですか、あれは。自分で行きましたね。自分で行ったけど、まあ、普通に口説かれたっていうのもありますね。あ、自分で行ってる場合は、俺っちの場合、ね、せいじゃない俺っち。まあ、俺らが結局 J1 残ったんで。やばい。やばい、やばい。この人やばい。何言ってんの？ずっと何言ってんねん。グランパスはないっすよね、あんま。そこまで。だって僕ら引き抜かれる側、あんまないっすもん。まあ、それこそ泉がそうでした。あの、鹿島行った。そうか。はい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 。ガンバ俺に行ったんですけどね。うん。あの時だけはちょっと悔しかったけど、まあ。まあ、生え抜き。生え抜き、うん。三重県出身で、名古屋ずっとやってきますみたいな選手だったけど、うん、はいはいはい。鹿島からその背番号もらったら行っちゃうか、みたいなね。まあまあまあ。まあ、おるけど、あんまりないかな。グランパス、まずさ、そもそもグランパスに来てくれる選手がそんなに多くないんだよね。ああ、確かになんか大補強ってイメージはないですね。やっぱお金をどんだけ積んでも、はいはい、関東と関西のチームに行っちゃうんですよ、大体。ああ、まあ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 。そのオフとかも考えたら、実生活考えたら、関西圏か関東圏の方が絶対充実するじゃないですか。まあそうですね。わざわざ名古屋ってなると、よっぽどお金がいいとか、設備がいいとかじゃないと来てくれなくて。え、はいはい、それ遠回しに静岡、ボロカス言ってますよね。え？悪気悪気悪気。いやいや、今のは。あ、止まった。あ、やばい。やばいやばい。あ、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 あ。止まった。かぶろ、切ろか。歌舞伎のまま止まった。歌舞伎止まり。あ、かぶいた。あ、出た。揺れ上げ。かぶいた。かぶいたぞ。かぶいたぞ。違うのよ。そんなの考えてないの、実際。静岡のチームも、名古屋のチームもそうだけど、やっぱ関西、関東の方が強いんだよね。取られちゃうっていうか。まあね。栄えてるっていうか。はい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 。それは、やっぱ選手としたらね。そういうとこ行きたいかな。あ、でもちなみに俺、クリスマス東京行きますよ。うん、え？何しに来るの？リア充や。普通に遊びに。ディズニー的な。クリスマス俺忙しいから、無理や。俺っちも無理、俺っちも。ごめんなさい、僕も結婚決める。俺はマジで一人旅です。俺は一人旅です。あ、じゃあ Vlog を。あ、多分東京観光の Vlog すると思いますね。あら。え、じゃあちょっと僕に押してもらえますこれ。いやあれ、シバロウエさんの編集マジテロップがめんどくせえんだよな。あれ、ガチでめんどくさいっすもん、あれ。めんどいだろうね。喋ってないもんね。いや、大変ですよ、あれは。こんなに喋ることなんかないもん、自分のチャンネルで。いや、ね、
なんで人のチャンネルでこんなに喋るのかっていう。自分のチャンネルで喋んのかいっていうね。どのチャンネルだと喋れるんだよな。どのチャンネルのこと考えてないやろ。もうやったれよ。やったれの精神が。でもやって言いますと喋りますよ。ちょっと怖い情報出てるね。東口選手のインスタライブで宇佐美選手が引っ越しする話をオファーフォードを出る2日前に話したという回。うわぁ、怖っ。これマジで回やん。これ関東引っ越しだったら終わりやな。関東引っ越しもそれじゃないですか、確定じゃないですか。やっぱ行くんかな、やっぱマジで行くんですかね。もう行くんやろうな。いやいや、ちょっと待って。あー行くもん。無理なんちゃうんだよ。いや無理で通してもらわないと困るじゃん。そういや無理だけど、もう行くねんもん。行くわ。怖いわ。でもこの12月1月って本当に僕たち J リーグ、まあプロ野球もそうかもしれんけど、一番こう、うん、シーズン中と違うドキドキをしますよね。そうですよね。ね、確かに。なんかギュッてなるわ。今日こうやって監督縛りで呼んでもらって僕はめっちゃ嬉しかったんですよ、はい、あの長谷川健太監督、本当にどういう監督かわからんし、まあね、でも来年から監督する、でも誰が残るとかっていう情報って全然なくて実は、うん、どんなサッカーするかも僕らわからんままもう年末を迎えて、なんかねグランパスの公式がそういう新規加入とかは年明けしかしませんって急にツイートしてて、へえ、この1ヶ月俺何すんのみたいな。確かに、いやマジで。まあ、ネタっていうか、まあ、ネタというかね、話題はね、俺らで言ったら、あの監督も決まってないし、契約更新もたあのおその退任も全く満了も一切出てないんですよ。いや俺らも、いや、ほんまや、言うて。だって、唯一出たの固定電話終了のお知らせですよ。出てたな。出てたな。それで終わるしかないじゃないか。いや、移籍情報を取り扱い、やろうかなって思ったのに、何にもできないじゃんと思って。確かにな。タムケンのついも意味深でしたもんね。どういうこと？なんかある？宇佐美関連やな。なんか言ってました？ボムさん。タムケンさん。まあね、まあ、まあこの時期のドキドキはサッカーならではですね、とかね、一喜一憂する時期ですね、今のところ一喜がないですけれども。もう俺たち全員ないよ、それ。ひたすら飲むオフシーズン。もうこれ1年通してだから。まあね、ちょっと矢島の話出てたよな。出てた。出てた。岡山も帰るって。マジ？ああ。うん。いや、見てないよ、それ。終わるで。ほんまに。あの監督のあれについてくみたいなのは見ましたね。出てましたね。いや、ほんまに怖い。とか、そう思ったら、片野坂と芝の上って結構似てるんですね。そう。ニュアンス、ニュアンス。ね、間に真ん中にのって言うんだけど、うんうん、こんなこと言い出したら終わりよ。似てるよ。だから何でもやもん、壇ノ浦でも何でもや。やっぱ似てるよね。だからね。めっちゃどうでもいい話だった。今俺さ、めっちゃバチェラー見てるから、バチェラーシーズン4見てるから、やっぱりこう、バチェラーっぽい感じでいきたいじゃん、こう、選ばれるこの顔が。いや、その。あコウコウさん、やっぱ次のカクテルパーティーはとか言って言いたいじゃん、やっぱり。言いたいでも俺ら3クラブとも選ばれる側のクラブじゃないんだよね。まあね。まあね。本当に。いつの間にか。だから次のカクテルパーティーはその辺はやっぱり考えながら。いや、要はバチェラーちゃうやろ。俺、シバチェラージャパンやで、これ。誰がシバチェラーまだあったやん。あった、そうだ、あったやん。それオフシーズンの企画やってください。ああ、いいじゃないですか。シバチェラージャパン。誰も俺を選ばんで、これ。いや、グラサポ、ね。シバチェラーかっこいいから、ね。うん、グラサポの女性10人ぐらい揃えて。いや、そうです。ブラックコルビナーさんおらんくなったって言われたら、もう無理。いや、ほんま。もう誰も YouTube やってねえ。グラッパでもマジで、芝の上さんは、もう、1ヶ月以内に俺のチャンネル抜くんで、間違いなく。抜くわけねえだろ。だって今何人？今、2000、
37。そうそう、グレモルさんもそうだけど、イクパッパさんも。これもうマジで、イクパッパさんの分差なければ俺2000行ってないんで、もうあの、もう、コビへつらいます、もう、いつでもついてきます、もう。だから、ほんまにグレモル君は、もう、一生ついてこい。ついてきます。もういつでもついてきます。この企画やれって言われたら、はいですから、もう、イエスかはいかのどっちなんで。背中見とけ。やっぱ絆がやっぱあるから。そうやな。やっぱ俺はもうあの坂で、あの山の坂でもうグレモルと一緒、うん、もう心中すると決めたからもう。やっぱりチャリ乗ってんだもんね。うん。小林さんともバカ飲み。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 あれまたやりたい。バカ飲み。あとも行きましたからね。あの配信の後も飲んだから。うんうん、すいませんでした、なんか。いやめっちゃ楽しかった。今日なんかちょっとそれをチャリパーのやつははあの動画出すんですか？出しますよ。ただもう本当に素材が多すぎて。ああ確かに。死にかけてる。どうなるか分からん。もう、まあ、まああれ全編後編で出せんくない？もう復活出すしかなくない？とりあえず1本にするしかないから。うんね、そうだよねやっぱね。本当に今ちょっとパクリで忙しくて。そうなんですよ、今僕らちょっとパクリ。言っちゃったよ、今。言っちゃったよ。パクリって言っちゃったよ。パクるところって大手だもんな。はい、一応ちょっとパクらしてもらってるんで、ずっと。今。大手やもん。大手よね。いや、でもね、パクってみた方がいいと思いますよ。今、僕、山潤さんが結局、うん。そうそう。うんうんうん、あれすごかったね。そうそう。今日結構登録者山潤さんの方がいい。そう、山潤から今何人ですか？40人。今ね、今何人だったか。だって今6130何人じゃないですか。6138。うん。うわ。おお。でもパクって。パクって100人ぐらい増えた。すごい。でもそれが、そのきっかけで、そう。こういうチャンネルがあるんだっていうのが。あ、そうっすね。だ 10人パクれば1000人、うん、30人パクれば3万人。めちゃめちゃ荒らされてた。知らん間に。めちゃめちゃ荒らされとるやないかい。I think ガンバ大阪 is go to Jets。 ごめんね。めちゃめちゃ荒らされてた。めちゃめちゃ荒らされてたわ。びっくりした。ごめん、ブロックしちゃった。ごめんな。うん、またもう一個 Google アカウント作ってきて。いやーそうですね、清水の寺田心さん、今は射程任命式ですか？もう射程です。まあ射程ですね。もうよろしくお願いします兄さん。兄弟ね、義兄弟、うん、義兄弟弟と兄。いや、この兄嫌だろ絶対。いとこいとこ、兄といとこね。親戚ですね。お年玉待ってます。お年玉。あ、勝ち点で返せよ。勝ち点で返してくれるなら。いや、2022シーズン勝ち点で返せよ、それ。1ぐらいで勘弁させてください。グレモル君の配信でじゃあスパチャするから、勝ち点で返せよ。いや、もうそれ、八百長じゃないですか、それ。いや、ね、もう。顔。ぜひね、このお二人のチャンネル皆さん、はい、登録してください。概要欄にお二人のチャンネルの URL 貼ってますので、はい、ちょっとそこだけ、はい、ちょっと全員で10万人超えなきゃいけないんで、10万人、そんな、10万人、小春さん呼ぶためには全員でとりあえず10万人超えないと。いや、ちょっと一個、今これね、ちょっともう、うん、二人ちょっとお願いしたい、俺、また。あ、何、何、どうしたの、どうしたの。その、いや、チャカの嵐すごいな。2個目のサブアカでまた来てるな。もうすごい、すぐサブアカ作って。仕事早い。早いな、この子。綺麗な。恐ろしい。だろうが。ねえ。本当に素晴らしいですね。なんかんねえ。ほんまに仕事できるな、この子。なんか、嵐やったらなりすまして、もうちょっと。確かにな。あと、ちょいちょい日本語と英語下手だからね。言語に厳しい。確かに、この3チームで優勝争いすることあればね。せやな。最高にいますよ。上で戦いたいね。もっと調子こきたいもんね。こうやってやってたら、ね。いや、ほんまだ。
もうとにかくやっぱ、うん、お茶風呂さんに偉そうにしたい、ね。したいね。わかるわかる。あの、柏井さんにめちゃめちゃ言われてるもん、今、それに。ツイートでさ、あの、最終節の、うん、あの、動画編集、みたいなことをツイートしてたじゃん。いや、誰かさ。負けただけやで、あれ。あ、ね、いやね、そう。なんかもう余裕しとんのみたいな。もう余裕やな。もっとなんかね。なんかあれちょっと、イラッとしましたね。上向いた。僕はイラッと。チャカまた来た。チャカまた来たよ。チャカまた来た。やばい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 。チャカちゃん。チャカちゃん。チャカちゃん、落ち着いて。あの、その、ちょっと、会情報っていうの僕らやってて、その、ちょっといろんなチームのやつやりたいんですけど、はい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 。そうそう、お願いね。それ、また今度生配信でやらせてください。なんか、エスパルス界とグランパス界、ちょっと、それぞれまたコラボさせてもらってもいいですか？あ、もう、ぜひ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 。あと、あの、これしたいですね。あの、ドラフト、やりたいですね。ドラフト、確かに。ほらほら、あの、J リーグのブログ書いてる界隈の、はい、あの、やつはあるんですけど、俺たちのドラフトやりたくないですか？これ、やりましょう。久しぶりに見たな。この拳のこれ、久々に見たな。いやー、ほんまね。あ、え？鹿児島サポを見てくれてんだよ。あのね、この方は、鹿児島サポと今グランパスサポをやってる方です。兼任されてるんだ。うん。おしょまだまだ、ゆくぱっぱリスナー死ねって書いてある。多分これ、あれ。あ、ダメ、ダメダメ、その指。ダメダメダメ。俺じゃなくてリスナーなんや。リスナーなんや。リスナーを怒ってんのや。これあれこれあの着かないとその指ダメだよ。まあ、終わりましょうか。終わりましょうか。まあね、あの終われというサインでしょう。はい、はい、なので、はい、ドラフト企画と会企画まだ皆さんと、うん、はい、ぜひぜひ、もう力になるものがあれば何でもやります。僕も何か参加できれば。長谷健については何か良かったですか？長谷健の勉強できましたか？できました。一つも参考にならなかったです。最後に一つ、最後にあの僕らあの数年前に初蹴りみたいな感じで OB とかといろいろ集まってやったイベントがあったんですよ。はい、その時長谷川健太監督が最後選手として来たんですけど、うん、長谷川監督10分間だけ出たんですけど全然走んなくて、最後の交代の時だけ全力疾走でベンチ向かったんで、そういうか監督です。大丈夫です。評価されてるやん。俺っち頑張ってよ。何言うてんねん。やめろ。やめろ。はい、今は見なかったことに、ね、はい、はい、見なかったことにします。はい、皆さんまた本日も、はい、ね、たくさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録等々、よろしければ3チャンネルとも、ね、3チャンネルとも、すごいポーズ。とりあえずもうとにかくイクパッパさんの登録して、お願いだからイクパッパさんの登録してください。わかるわかる。ほんでありがとうございました、皆さん。本当に、じゃあ、またお会いしましょう。お会いしましょう。はい。お願いします。